どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、毎週日曜日夜9時スタート、日曜劇場ラストマン、全盲の捜査官ですね。今回、最終回ということで、前回ですね、ちょっと取材旅行がありまして、ラストマン見たんですけど、感想動画上げることができませんでしたということで、2週間ぶりのラストマンということで、もういきなり今回ね、最終回となったわけですけど、皆さんいかがでしたか？ラストマン、全盲の捜査官。いや、まずね、ざっくりと感想を言いますと、いや、もう有終の美じゃないですかね、これ。めちゃくちゃ面白かったですよね。いや、まあ、今回ね、まあ、5本ぐらい、ドラマをレビューしているわけなんですけども、まあ、このラストマンが、まあ、ダントツで一番面白かったなと。で、特にですね、この終盤、最終回のね、最終章、2話は、本当に面白くて、よくできてたなぁとね、まあ、本当感心しましたよね。まあ、今までも、1話完結型の単発のミステリードラマだったんですけど、まあ一つ一つはね、まあどうだろう。まあよくできてはいたけども、小粒というか、まあこのミステリー作家の持ちネタでも、なんかとっておきではない、まあ2番手3番手ぐらいの、プロットってイメージだったんですけど、今回ですね、最終章にあたっては、あ、なるほどなとね、かなりうまく綺麗にまとめてきましたよね。まあ、ちょっとね、ラストはやりすぎな感じがしないでもないですけど、まあ、感動、ポルの一歩手前ではあったけど、まあ、実際ね、感動しましたしね、もらい泣きをしてしまったので、まあ、今回ですね、ラストマン、非常に個人的には非常に面白かった。とても良かったなということで、まあ、最後までね、このラストマンに関しては、楽しんで完走することができたということで、まあ、脚本家の黒岩努さん、まあ、さすがとしか言いようがないですね。このクオリティで、まあ、仕上げてくるっていうのはね、まあ、あと、やっぱり、キャスト陣も素晴らしいし、演出ですよね。今、演出ってこれ、監督とか誰がやってるんですかね。スタッフは、脚本が、黒岩さんで、プロデュースが、これは撮影監督で、これ演出がこの方たちなんですね。まあちょっと僕あんまりね、ドラマの方の、演出家とかプロデューサーっていうのはあんま詳しくないんで、今回これ監督に当たる人って誰なんですかね。ちょっとね、まあ演出になるんでしょうね。4人でやってるのか。なるほどね。まあ非常にね、よくまとまっていて、で、なんて言うんだろう。伏線の回収劇も実に見事でしたね。あ、なんかこう、前々回とか前回とか前々回とかその前に、何気ないこう、福山の言動が、実は最終回で、まあ、謎解きにあたる、まあ、大きな伏線になっていて、まあ、当時はちょっとね、気づかなかったんですけど、まあ、なるほど。ここへ来て繋がったっていうのはね、いくつかありましたよね。でもね、今回ね、一番驚かされたのは、難波のぞみですね。このワン・リンさんっていうんですかね。難波のぞみ、ホテルのコンシェルジュっていうんですか？こちら相関図。この方ですね、難波ひろみさん。この方、バトラーですね。アストラルホテルの、バトラーをやっていて、まあ、なんでこの人いつも出てきて、なんか、この人いるってずっと思ってたんですよ。なんでこの人出てるんだろうっていうか、なんかこう、この女優さんのね、事務所が、ご利用しして登場させてんのかなって結構思ってて、いや、この人なんかいる？いつもね、なんでこの人いるんだろうっていうね、すごく不思議に思ってたんですけど、まあ、ご利用しかなぐらいに、このワンリンさんっていうんですかね、この女優さんのご利用しかなと思ってたんですけど、実はそうじゃなくて、最後の最後でどんでん返しありましたね。実は彼女もアメリカの警察組織の、実は一員で半分スパイみたいなもんで、この二人の動きを、まあ、審査していた。まあ、特にこの、慎太郎を審査していたっていうね。今度、交流会で、今ね、交流会で、交流研修では、南が日本に来ているわけですけど、次は、審理。君が、あなたが来るんだよっていうことで、どういうことって話だったんだけど、今回のこの働きぶりをですね、実は彼女が審査していたんですね。FBI。だから、ね、彼女も、実は FBI の人間だったという。いや、これはね、まあ、物語にはあまり関係はないのかもしれないですけど、まあ、うまくやられたっていうことで、まあ、結構ね、なるほど、そう来たかというね。
まあ、こういうとこもね、うまいですよね。ちょっと ほっこりとさせるというか、なるほどねっていうのがね、こう畳みかけるように、例えばこの南とこの慎太郎の2人の関係が今回明らかになるわけだけども、その時にですね、南が慎太郎になんか肉じゃがを振る舞うシーンが、ちょっと覚えてないんだけど、そんなシーンありましたかね。その時に、南が作った肉じゃがを口にして、慎太郎は懐かしい感じ、味がしますって言ったんですよね。それも、まあなんとなくやっぱり肉じゃがって、誰が食べたって懐かしいと思うじゃないですか。別にこう他人が作った肉じゃがを食べても、僕たちは、美味しければね、まあ美味しいですと同時に、なんか懐かしい味って言ってしまいますから、あんまり違和感ないですよね、肉じゃがってとこがね。それうまいなと思いましたね。肉じゃがであれば別にこう懐かしい味って言われてもさほど違和感がない。だけど実はその、彼のこの懐かしい味という言葉には大きなね秘密が伏線があったんですよね。それが今回最終回で見事に回収されたというね。非常にこうお見事な伏線回収劇が他にもねいくつかあったんですけども、そしてねこの南の、この南っていうか、南の両親ですよね。今回この中には出てきてないんですけど、南の両親がですね、お父さんが、要潤さん演じていて、で、お母さんを相武咲さんが演じてて、で、それ、前々からね、この、あの二人が、その南の、両親が殺害されるシーンっていうのは回想シーンとして何回か出てきてて、非常にね、僕としてはね、違和感を覚えていたのは、過去の回想シーンにもかかわらず、役者陣が結構ちょっと大物といいますか、要潤と相武咲さんですからね、まあ結構大物を使ってて、どうしてかなって、今後何か大きく影響してくるのかなって思ってたんですけど、やっぱり彼らにも大きな秘密があって、今回ですね、昔の回想劇みたいのが起こるんですけど、が描かれるんですけど、あ、なるほどね、やっぱりちゃんとしたね役者さんを当てているのは、まあ、そういった過去があったから、その過去を描いてその回想劇として、彼らが、きちんと演技をされているという。なるほどね。まあなんとなくですけど、僕はね、このラストマンの方でも最初の方でも言ったと思うんですけど、この政治が今回この南の両親の殺害事件に何らかに関与していて、で、まあ殺害事件になったことにより、鎌田をまあスケープゴートというか、まあこう濡れ衣抜きさせて、何かを隠蔽するためにね、濡れ衣抜きさせて、その代わり、その交換条件として、もしくはすごく気の毒だと思ったからこそ、慎太郎を養子に受け入れたってね、昔結構前に言ったと思うんですけど、まあ実際やっぱりその通りでしたね。で、今回ですね、前もってざっくり言いますと、すべてのこの南、ひろみ、両親、殺人は、黒幕がですね、護道誠二だったっていうことが、今回はっきりしましたということで、護道誠二だったんですね。なんかね、ただ護道誠二が犯人だと、まあ、ここら辺の人たち結構ダメージでかいじゃないですか、京吾とか泉とかね。で、こう、やっぱり慎太郎の、なんだろう、実の父親の、まあ、殺害に加担したとなると、ちょっと話が重すぎるからどうなのかなって、そういう展開にするのかなとは思っていたんですけど、まあ今回ですね、話の真相を聞く限り、まあ最悪の真相ですよね。かなり重苦しいというか、最悪の真相なんだけど、最後の最後の最後で救いをもたらせている、それがこの2人が兄弟だったってことですよね。ここがね、なんていうかこう救いになってると言いますか、これがなければ、ここが本当の兄弟でなければ、もう本当に鬼畜にも劣る、もう何とも救いのない事件になっているわけですけども、ここにこの兄弟っていう、真相が出ることによって、なんだろうね、なんかこう、一人じゃないんだっていうね、家族がいるんだっていう大きな救いになって、で、なおかつ、この二人が兄弟、それは誰の子供かというと、鎌田、ね、国雄の子供なんですよね。で、彼の死に際に、ひろみと慎太郎が
寄り添って、ね、2人にとこのそれぞれがお父さんお父さんと言ってその最後の死を見とるというね、まあとてつもなく感動的なワンシーンとかね、ラストになってましたね。ここら辺はね、うまいなっていうかね、やっぱりね、僕もね、このミステリー作家やってるんで、非常にね、悩むところでは、ここをどうするか、落としどころですよね。こうミステリーを書いてて、一番難しいっていうのは、真相なんですけど、まあ皆さんをびっくりさせるようなサプライズ、真相は、そこまではいいんですよ。そこまではね、なんとかできるんですけど、落とし前なんですよ、難しいのは。みんなをびっくりさせることはしたけども、でもこのオチだと、あまりにも救いがないんじゃないかみたいなことって結構あるんですよ。で、まあびっくりのサプライズの真相をガーンってぶつけたけども、これだとちょっとね、なんか救いがなくてみたいな。でもまあ、読者をびっくりさせることができたから、まあいいかみたいなところでとどまっちゃうか、なおかつその救いがない中にも、救いを与えるかっていうことで、結構ね、この最後の最後の爪の作業が非常に難易度が高いんですよね。ただ意外な真相っていうのは、まあ大体結構救いのないとかね、重苦しい話、まあ結局今回の話のように、実はこの人が本当のお父さんでしたとか、お母さんでしたとかね。実は、自分が両親だと信じていた人たちには血がつながってなかったとか、結構そうなってくると、なかなかこう、重苦しい話というか、救いのない話になってしまうんだけども、まあそういったサプライズを持ってきつつもですね、最後の最後で、この傷ついた人たちに救いを与えるっていう、これがね、今回非常にうまく機能していて、驚かされましたね。なるほど、そう来たかと。この二人がね、兄弟だったっていうのは、まあちょっとあるしね、気持ち悪さを感じないでもないんですけど、でも、このドラマに関しては、この二人が兄弟だったっていうのは、なかなかね、感動的だし、うまくまとまってるし、やっぱりなんといってもこう、最後の最後にやっぱ救いがもたらされたっていうのはね、結構大きいなと思いました。はい。いやー、なかなかね、込み入った真相でもあるんですけど、今回はね。まあ、前回ね、これ、うまかったですよね。まあ、うまいというか、泉が刺されてどうなっちゃうのっていうことで、前回ね、終わったわけで、最終回にこう続くっていうね、ここやっぱり泉刺されたっていうのは結構でかいですよね。どうなっちゃうのっていう緊迫感と、話にね、切迫感が出てきて、もうよりスリリングになっていくわけですけど、まあ、結局ですね、まあ、今回の真相というのは、まあ、とてもありがちといえばよくありがちみたいな感じで、要はですね、護道清二は、この、南のお父さんですね、誠に脅されていたわけですよね。まあ、結局このね、南誠っていうのが、不動産をやっていたんですけど、不動産でかなりね、稼いでいたんですが、なんか僕もちょっとね、何かやっぱり地上げとか、やっぱりバブルでしたから、かなりいい生活をしていたっていうことで、かなりあくどいことをしていたんじゃないかな、みたいなのは、ちょっと思ってたんですよね。南誠がですね。で、実際そうで、南誠は、かなりあくどいことをしていて、で、この、護道と実婚の中である、弓塚っていうね、政治家と、まあ、つるんでね、まあ、いろいろこう、なんだろう、献金とかしていたのかな、お父さんは。で、その代わり、いろんなこう、護道清二も、この弓塚も、まあ、お互いに根回しして、罪をまあ、散々こう、お互いに、依頼してきた罪をもみ消したりとか、結構、裏でいろいろやってきてたわけですよね。で、その中に、この南の父親、誠なんですけど、まあ、誠も絡んできていて、まあ、誠の、地上げとかにも、まあおそらくこの弓塚は結構加担していて、その代わり儲けさせてもらってみたいな献金とかね、ものすごくもらって、まあ政治家に上り詰めた、トップの政治家に上り詰め、まあこの実行の中であった、まあ政治もね、まあ警察の人間ということで、まあ弓塚もかなり悪どいことをしてきたから、まあそれを散々もみ消してやって、お互いこう一連卓勝でね、その代わり彼も警察庁の長官まで上り詰めたのは、まあ弓塚の後押しがあったっていうことで、まあお互いにこう、結託してね、まあ権力を
権力のトップに上り詰めたっていう経緯があるわけですよね。まあ、その時にノイズになったのが、南誠ですよ。結局、南誠はですね、まあ、いろいろあって、ある事件の罪をもみ消すことになるわけですけど、まあ、脅迫されて何とかしろってね、南の父さんに脅迫を受けていたんだけど、まあ、結局、護道清二がその南誠を殺害してしまうということになるわけですけど、それがですね、ちょうど、南が目撃した、お父さんお母さんを殺されるところなんですけど、あれもなんとなくですね、鎌田がその場に乗り込んでって南のね両親を殺したみたいな風に、まあ、彼自身もそういう風に見えてはいたんですが、ただ違和感はね、当時の記憶から違和感はあったわけですよね。まず鎌田と自分の父親がですね、揉み合っていたのは、階段、2階に向かう階段の途中だったんですよね。踊り場だったのかな、階段の踊り場で揉み合っていたと。うん、それはおかしいとね。普通だったら、鎌田は、まあ何かこう見つかったら普通だったら1階とか、玄関から逃げるべきなのに、なぜか2階に向かっていって、で、襲われているはずの、南誠と揉み合って、で、その揉み合ってるとこに、この少年時代の南ひろみがやってきて、まあ、突き飛ばされたっていう。で、その衝撃で、気を失った、まあ、最後の記憶になるわけですよね。まあ、それによって失明してしまうわけですけども、まあ、それに関してものすごい違和感を覚えていたわけですよ。あとね、匂いもかすかに。当時のその匂いも覚えていて、お香の匂いだったっていうことなんですけどね。まあ、結局、真相的にはですね、南誠のお母さんですよ。南節子なんですけど、実は南節子と鎌田っていうのは、実は恋人同士だったんですね。で、二人の間にできた子供が、実は南、そして慎太郎だったわけですよ。つまりこの二人はですね、母親も一緒なんだけど、まあ最初はね、南誠が実の父親、節子と、南誠の息子だと思ってたわけですけど、実はそうじゃなくて、二人とも、鎌田のと南節、節子の息子だったわけですよね。だけど、鎌田は、この、南、その誠に、その節子は見初められて、鎌田は身を引くんですよね。南誠と結婚した方が君は幸せになれるからっていうことで、鎌田は身を引いて、節子をね、誠のもとに、まあ、送り出したと言いますか、まあ、その時すでに、節子は鎌田の子を身ごもっていて、で、その状態で南、誠のと一緒に生活をするわけですけど、だから南誠はこれ自分の子供だと思ってたわけですよね。だけど実は鎌田の間にできた子供ということになるわけですけど、やっぱり途中で気づくわけですよ。誠はね、やっぱりこいつは俺のことじゃねえなと、誠のことじゃないか、鎌田の子じゃないかっていうことで、気づいて、まあ、そこに、まあ、いわゆるなんだろう、憎悪を覚えたんでしょうね。まあ、それだったらヒロミとね、自分の子供だと思い込んでいた、だけど実際は鎌田の子供であるヒロミと裏切った節子をですね、殺して鎌田にその罪を背負わせてやろうということで、鎌田を自宅に呼びつけてですね、節子を殺害、節子を殺害したところで、今度部屋からね、ヒロミが出てきたから、そのヒロミをね、殺しに行こうと、階段を登っていったわけですよ、誠はね。それを鎌田が止めに入ったみたいな感じで。で、実際、階段から落ちて、鎌田はそこで意識を失ってしまったと。で、誠はその時に意識を取り戻したわけですよね。で、そこにやってきたのが、護道清二だったわけですよね。南誠は護道清二に事前に実は連絡を取っていて、まあ彼にいろいろお願いする、またちょっといろいろとね、依頼するために、
彼を家に呼びつけていて、そこへやってきたのが護道清二だと。で、護道清二は、まあ、節子が倒れていて、鎌田も倒れていると。で、誠ですね、南誠が、政治にまたね、無茶ぶりを言うわけですよ。これをもみ消してくれと。ね、鎌田が、逆上して、この、節子と、ひろみをね、殺したと。そういう体にして、証拠隠滅じゃないけど、そういうふうにしてくれって言ったときに、護道は、そんなことできるわけないじゃないかっていうことで、逆にですね、鎌田を撲殺、灰皿でね、ガラスの灰皿で撲殺してしまうということで、結局、南誠の、誠を殺したのは、実は政治だったわけですよね。で、政治は、さっさと、まず、気を失っているヒロミと、ヒロミを外に出して、で、鎌田を、入り口付近に、玄関にまで運んで、で、あとは、証拠隠滅のために、その、南のお家に火を放って、逃げ出したと。で、その時に逃げ出した時に、たまたま通りかかった当時の、山藤さんですね。山藤と勝ち合って、で山藤をなんとか説得して口封じをさせたっていうのが、まあ、今回の真相だったというわけですね。だからまあ結局南と慎太郎は、この鎌田と節子の間にできた、相武咲さんが演じてましたけどね、節子の間にできた、まあ、実の兄弟だったっていうことがね、最後でわかるという、まあ、そういう展開だったわけですよね。なるほどねと、まあ、なかなかね、一見ちょっと口で説明すると複雑なんですけども、まあ、テレビドラマで見るとね、わかりやすく、非常にわかりやすく、展開されていたので、混乱することなく、あ、なるほどねという、はい、わかりやすかったですね。なかなかね、こういうのって込み入ってると、ちょっとこう、わかりにくいっていう風になるんですけど、うまく整理されていて、脚本がね、やっぱりうまいですよね。非常にこう、ぼんやり眺めていてもすっと頭の中に入るような脚本、あと演出になってましたからね、非常にねうまくできていたなと思います。で、最後はね、涙のお別れになるわけですけど、これはねなかなか泣かせるシーンで、なんか最初の方で南がね別れる時に、慎太郎さんあんた泣くでしょうみたいなことを言って、なんかブラックレインのねラストシーンみたいな感じになるのかなとか僕は思ってたんですよ。今回ね、前回ブラックレインって映画あるじゃないですか。松田優作が出てくるね。マイケル・ダグラスと松田優作がバディを組むっていうね。日米の協力捜査でバディを組むっていうお話なんですけど、で、最後ね、別れる時にマイケル・ダグラスが、高倉健ね、ごめんなさい。松田優作はヤクザの役で敵役なんですけど、高倉健さんと、マイケル・ダグラスがバディを組むんですよね。で、最後別れる、空港で別れるシーンで、いや、見送らなくていいよ。お前泣くから、みたいな感じでね、高倉健に言うっていうシーンがあるんですけど、それをね、うまくパロディとして、パロディになるのかなと思ったら、二人とも泣き出すっていうね、感動的な、なかなかいいシーンでしたよね、今回ね。というわけで、この、ラストマンなんだけど、まあこうね、なんだろう、これさ、非常にね、今回だけで終わらせるのはもったいないなと思いましたね。これ映画化いけるでしょ。それか続編ですよね。ドラマの続編。なおかつこれ映画化いけるんじゃないですかね。これ新たなガリレオシリーズに次ぐ新たなシリーズとして、これ映画化いけるんじゃないですかね。まあ、シナリオ、脚本は黒岩さんがやればの話なんですけど、うまく作り込めばね、結構、いい感じで、最後ね、この護道清二を逮捕したのがまた慎太郎っていうのもね、これも非常にいいシーンでしたよね。護道清二、殺人教唆、殺人現行犯、殺人の罪で逮捕するって護道を逮捕するのもね、慎太郎だったということで、そこにちゃんと京吾と泉もきちんとね、親子としての落とし前をつけているっていうことで、いやー、結構、よくよく考えるとね、ものすごく、この護道家にとっては、最悪なお話なんですけど、もう救いはないんですけど、ちゃんと救いを持たせているっていう。
いいね。落とし前のつけ方、落としどころも非常にね、整っていましたよね。まあ、今回ね、今田美桜さんファンの方にはちょっと物足りないかもしれないですね。なんか今田美桜さんね、やっぱりちょっとこう、ちょい役というか、脇役に徹していましたよね。まあ、それほどまでに、福山と大泉洋さんの存在感が大きすぎたという感じですね。まさにこの2人のバディの、物語、ドラマになってました。吉田羊さんもね、本当にいい役でしたよね、今回。というわけで、いや、これはね、もったいない。これで終わらせてしまうのは、もったいないし、視聴率ね、見ておきましょうか。前回までの視聴率ね、TV マガさんからいつもお借りしているんですけど、第19話、12.7%だったんですね。で、今回が最終回かな。あ、すごいですね。もうほとんど落ち込みがない。まあ、初回からはちょっとあれですけど、まあ、ここら辺からはもうずっと安定して12%後半をキープしてますからね。これ有終の美が飾れるんじゃないですか。確か前回の第9話がね、めちゃくちゃ面白くて、これは第10話見ないとね、見たいってなるような、終わり方をしていたので、おそらく最終回も、視聴率はガーンって伸びるんじゃないかなと思うんですよね。ここ最近ね、この TBS の日曜ドラマが10%切ったりとか、低調が続いていた中で、このラストマンは、今までのそれをね、なかったことに吹き飛ばすかのように、まあ、一人勝ちですよね。平均視聴率が、もうダントツですもんね。ダントツで、他全部10%切ってますからね。まあ、ライバルとされた風間公親ももう、足元にも及ばないという、もうちょ、3%も違いますからね。まあ、これ明らかにね、脚本の違いだと思いますよ。脚本に恵まれた、刑事ドラマ。まあ、それを思うとね、木村拓哉さん、なかなか頑張っていたんですけど、いい演技してたんですけどね。で、結構大物俳優がいっぱい出てきた割に、まあ、脚本が足を引っ張ったのかなっていう感じですよね。まあ、お見事ということで、はい、これね、続編、あと映画化、劇場版、これ楽しみですね。まあ、来年、再来年あたりには、劇場版いけるんじゃないですかね。まあ、近いうちに多分ね、続編やるんじゃないかなと思うんですよね。どうだろう。まだまだね、話はこう、続けられるし、続編もね、十分にいける。まあ、なんだってこれだけの視聴率叩き出してるから、まあ、特別編、特別ね、スペシャルドラマ、続編ドラマ、劇場版全部いけるんじゃないかな。だってガリレオ、もうそうなるとあれだね。ガリレオがもうなくなっちゃうかもしれないですね。今度逆に。ガリレオがなくなっちゃう可能性があるね。ガリレオももうちょっとね、続き見たいなと思うんですけど、福山のガリレオシリーズは、前回の沈黙のパレードで終わりですかね。沈黙のパレードも結構ね、興行収入稼いでるから、いや、これ、両立するの難しいですよね。両方ともね。で、でもガリレオは月9か。フジテレビの月9で、ラストマンは TBS の、日曜劇場ですからね。曲も違うわけだから、いや、これ、福山雅治の取り合いになっちゃいますよね。いや、でももったいないな。ガリレオはまだ終わらすにはちょっともったいないし、これからラストマンも控えているとなると、福山さん、大忙しですね。その分、なんていうかね、ちょっと木村拓哉さんがね、シナリオに恵まれないというか、キャラクターに恵まれないですよね。まあ、どちらかというと、テレビドラマというよりは、マスカレードホテルの刑事役とか、あれも東野圭吾ですもんね。なんか木村拓哉さんもちょっとね、ドラマで当たり役がそろそろ欲しいですよね。風間公親で、多分フジテレビ的にはね、風間公親を育てていこうっていう、これで、発奮して、風間公親シリーズとして、末永く息長いシリーズを作り込んでいこうって多分ね、思ってたと思うんですよね。だから今後、スペシャルドラマ、あと劇場版もね、視野に入れてたと思うんですけど、どうですかね、この視聴率だと。ちょっと厳しいのかなと思いましたね。なんか木村さんはね、なんかこう、シナリオになんか今一つ恵まれてない感がありますね。
でも、教場シリーズってね、原作は結構ちゃんとしてるのにね、もう絶対こう作り手が悪いんですね、脚本家とか。演出がね、悪いとしか言いようがない。まあ、その点ね、やっぱラストマンは、原作はないんですけども、やっぱりこう、黒岩さんの手腕が完全に光った形ですよね。まあ、今回ね、役者陣はもちろん良かったと思うんですけど、むしろ制作陣ですよね。キャスト陣よりは制作陣の手腕が光っていたのかなと思います。特にシナリオ。はい。まあ、そんなとこですかね。いやー、楽しみですね。今後の展開もね。どうなっていくのか。はい。というわけで、これで、このハルクールのドラマは、すべて終わり。あ、あれがありましたね。まだ、あなたがしてくれなくてもが、最終回が終わって、さらに特別編っていうのを今度やりますから、木曜日ね。それで、そのレビューでもって、ハルクールのドラマは、すべて完了ということになります。で、これからね、夏クールのドラマにも入っていきますので、まだね、夏クールのドラマ、どれをね、レビューしていくのか、まだね、決めてはいないんですけど、夏クールのドラマはね、ちょっと見たんですけど、なかなかね、この夏クールのドラマは、ちょっと見たいドラマ結構多いんですよ。面白そうな作品がね。結構考察系とかミステリー系のドラマ多いですから、7月以降もドラマのレビュー、感想動画を続けていきたいなと思いますので、よろしかったらチャンネル登録お願いいたしますということでね。で、今日ですね、これ動画作る前に、なんか豚がどうたるとかっていうね、アニメを見てきたんで、久しぶりにね、アニメを見てきたので、映画ですね。そちらのレビューも、近日中にしたいと思います。あとね、大名倒産も見たから、そちらもやらなきゃいけない。あとね、ミニシアター系の無常の世界も見たので、感想動画作っていきたいと思います。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。バイバイ。